日曜日に。はい、今日の晩ご飯は、今日の晩ご飯はカレーでございます。日曜だからちょっと目玉焼きとソーセージも添えました。いただきます。鶏肉ですね、チキンカレー。すげえホロホロ、人参も鶏肉も。味がやっぱカレー粉じゃダメかな、あれじゃ。少なかったカレー粉入れるの。圧力がやっぱすごいわ。こんな10分でこんな柔らかくなんだ。月曜日に、お弁当用に作りました。人参の味噌きんぴらですね。ちょっと、今、上裸なんで、普通にカメラの前出れないんで、今、ここで始めします。いきます。なるほどね。醤油のきんぴらの方が俺好きかもな。カラメルじゃなくてそぼろですね。豚肉のそぼろでございます。オムレツに入れる前にちょっと味見をしたいと思います。いただきます。うん、あ、うまっ。油すごいな、これ油やばい。豚のうん、すき焼きみたいな味ですね。うまいね、これは。油すごくない？これ油入れてないんだ、これ醤油、酒、糖だけで。豚肉の油がすごい。うわ、やばいね。おぼろ入り、オムライ、オムレツ、ネギとか白だしで味付け。あ、うん、あ、なるほど。一番うまい。今日は僕が小学校ぐらいから作ったことがあるスコップコロッケを作りました。パン粉ちょっと焼きすぎたし、じゃがいもがクソでかいですけど気にしないでください。ソースとか一回なしで食うか。うん、あ、これこれ。コロッケで腹パンに米は無理か。土曜日は余り物消化日ということで、豚肉が余ってたんで焼きそばを作りました。具沢山。肉と一緒に食うか。うん、焼きそばの味はしない。具の味がする。焼きそばと具別で作って上に乗っけただけだけど混ざんないかなと思って。まあ交互にいった方がいいわ。これ焼きそばは焼きそばでいるからね。交互に切った方がいいわ。豚玉ねぎ、豚玉人参と。焼きそばを。うん、うまい。これピザ用チーズでやるレシピなんだけど、なくて粉チーズでやったら絶対ピザの方がええな。粉じゃつなぎにならんかもしれない。